さあ、ツナさんよろしくお願いします。違いますね、皆さんこんばんは、日本です、お願いします。最近挨拶をね、一通り揃えたつもりだったんですけど忘れちゃった。さあ、最近2ストック多くねというね、マジで多くね、どうした、みんな 4U、4BU をちょっと恋しくなっちゃったかな。まあ、2ストックのガノン的にはね、やりやすいというかパパパッと終わるんですけど、動画的には試合が長引いちゃう。まあそれは長引いちゃうというか試合数が多くなっちゃう。まあ別にいいことだと思うんですけど、なんかね、3ストックのがなんかお得感あるじゃん。なんか こっち的にね、皆さんからしたら試合すごい方がお得やと思いますけど、僕からすると3試合で1本もう終わったとか、そういう感じですごいお得感がすごい、まあ、逆なんですけどね。さあちょっとで最近のニュースをね喋ってきて、ギガクッパがなんか出たって聞きましたけど、この話したっけ、俺覚えてないんだけど、したっけ。でもギガクッパがチートかなで出たって聞いたけど、フレンド申請届きました、ありがとうございます。誰やろ誰でしょうか。ギガクッパね、ちょっと戦ってみたいんやけど、多分あれはフレンド戦専用部屋で戦ってるのを見たというか、そういう画像を見たんでね、まあそのまあ遭遇した試合をね、なんか無断で使用した YouTuber が叩かれてましたけど、まあ、知らねえ知らねえ。あ、こんなん触れちゃったらコメント欄ちょっとねざわつきますけど、まあ、この話題についてちょっとね、今口が滑っちゃっただけなんで、ちょっとやめてくださいこの話題ちょっとやめてください、お願いしますねマジで、まあ、昔ちょっとね、俺が実況する前にあのフレー戦で戦ったことがある実況者なんですけど、まあ、よかったらね、昔の動画探ってれば、まあ、噂の R って名前なんで、僕多分あるよ、俺戦ってますよかったらその実況者のことね、このちょっとしたこのヒントで分かる方いましたら、よかったら見てください。あ、でも俺好きやよ、その人。さあ、リョーマさんよろしくお願いします。待て待てよし、痰が詰まってました、ごめんなさい。ね、風邪治ったんやけど、なんかまた風邪ひいたかもしれん、やばい、ほんまに喉が痛い。どうしたんや俺、一体こんなに免疫力弱かったかなという感じなんですけど、さあ、なんでこんなジョーカー多い、さっきとは別人、あ、別人ってなんか言い方嫌やな、なんか別の方なんですけど、ジョーカーブーム来た。名前出していいかな、ザクレイさんって言うじゃないですか、あのプロゲーマーやからいいかな、名前出して、あのその人が最近わからんけど、ジョーカー使ってて、でザクレイさん最近 YouTube もやってて、やから増えたのかなというかな、もうやってるんは前からと思うけど、なんか最近結構ね、ザクレイさんの顔が乗ったサムネよく見るんで、あ、本格指導したんかなって感じなんですけど、まあそういうのもあってジョーカーブーム再来って感じ。ジョーカー強いもんで、ね、なんだよね、本当に強い、普通に強キャラだったよね。なんかあんまり強い感なかったん、個人的にはなかったんだけど、まあ、勇者よりは多い、勇者全然見ないよね、勇者もなかなか夢がある、やはりあの追加コンテンツ強いというイメージがあるんですけど、おい、そりゃバンジョー臭い、見ないね、本当に。もう俺この言い方もやめたい、ちょっとさすがに飽きますね、何か臭いやねんって、しけそう、もうしけてるよこれ、あかんねえ、バンジョーマジ見ない、なんで勇者も見ない、なんかブーム過ぎてからなんか開拓されてコンボとかがで出てくるとか、そういうパターンなんかな、これ強いね、なんか本当に Wii 版のさ、ベオみたいな感じ、まあそういう感じっていうのは分かってたけど、にしてもここまでなんかね、使いこなされると、あ、もう再来じゃんって感じ。あい、あ今の崖見ておしゃかったのに、どんまいら日本さん割れそうよ、あばりー、なんでなー、なんで割らしてくれやんの。あ、で前回も言ったけど、動画撮ってる時間によって僕テンション変わるんで、今昼撮ってるんですけど、まあ、夜ほどテンションは上がりまへんねマジでうえーうえーみたいなやってるのは夜っすね、本当に。まあテンションでね、毎日ちょっと変わっていく動画スタイル、まあある意味いいかもね、飽きないかもしれませんね。さあ怖いよ、はい、あぶりーマクドコーン、あやばい、よし、ちょっとせめて1ストックまで並ぼうぜ、あかんで、ね、それいけ、うわっ、やったやった、アイテム、今ね、僕ね、僕がしたかったのは、ジャンプ読みのデッキ見てよ、いけると思ったんやけどな、ダメやった、割れそう、せめて割って終わりたい、危ない、受け身取るんだ、俺は、天才だからね、デイ、デイ、今のうまくね、マジで、俺、天才やで、ガチで、受け身に関してはガチ天才、関してはって言っちゃったね、魔人剣と受け身に関しては強いと思う。さあジャック、はい、聖剣好き、聖剣好き、最近ドラケウォークしますからね、僕ね、聖剣好き強いですよ、聖剣好き、危ない、うわ、あー、うやばい、これスマッシュで死にますからね、やばいやばいよ、やばいやばい、ほんまに 129% まずい、はいはい、聖剣好き、空を上がり、聖剣好き、聖剣好き、よーし、
からのーレッキキャンできなかった。あーやばい、もうマジでやばい。はい、えお前これ多分空中後ろで死にますね。もう一回、はい、うわー耐えた、何それ。さあ KO ブッパマンさんお願いします。勇者来たやん、よかったよかった。勇者見やんと思っとったけど来たわ、ありがとうなんかね、こやんって言ったからこそ、ね、桜井がちょっとね、まあなんか粋な計らいなんかな。これはやばい、うわー今の死んだらガチやばかったマジ怖え。もうメガンってしちゃえや、やりほうジャンプで受けていく。うわ、わかんかったし。怖え。一気に 117% でどういう神経してる勇者。マジで。普通にやっぱ強いね。あ、空中しろあんま強くないね。なにーありがとう、なんか。え？デスノート好きな、そういう感じ？なんか、デスノートかな、これは。俺がね、メガンテしてればって言ったもんで、メガンテしてくれた。で、勇者、こやんなって言ったら勇者来てくれた。俺が中心の世界始まった、これ。あやった、今のはやったけど、ちょ俺中心で世界回ってるんかもしれん。嬉しいな、それは。ちょっと魔人剣あっさせてくれやんって言ったら、ちょっと来るこれ、お願い、魔人剣お願いできいいっすか。魔人剣いいっすか。ああ惜しい惜しかった、期待はさせてくれましたね、ありがとう。皆様怖い、しっかり送っていくと 71% いつの間にか形勢逆転言わずえっ、あそうか、あれなんか吸い込み系やったね。そういやジャンプしてもよくやんよくや、それは。どうしようかな、これちょっとバギークロス魔人剣できん、これバギークロス魔人剣したくてたまらんだけど、ああー危ない。はい、もう一回、はい、当たんない。何やかんやと僕ももうね結構限界というか死にそうなんでやばいね。よらず、ああ魔人剣耐えろ、ああ逆。さあ後掛け M さんお願いします。さあゼルダ、そろそろゼルダね、久しぶりにね魔人剣を当てたい。最近ね、もうゼルダに魔人剣を当てた記憶ないんですよ、ガチで。なぜ？昔ね、発売1ヶ月ぐらい、オッケー、上京マスター。発売1ヶ月ぐらいで、俺毎日平均3回はね、多分ね、当ててましたよ、こいつに。ほんまにそれぐらいでね、みんな対策というか、まあ、俺の魔人剣のファントム魔人剣とかね、あと、上火読みの魔人剣とかもあったから、まあ、いろいろね、選択肢が多かったから、まあ結構ね、なんか見せコンボみたいな感じにいけたんですけど、もう最近は全然ダメですね、まあ、みんなも慣れっこって感じ。もうガノンの魔人剣とか対策すれば絶対当たれるしみたいな、そういう感じありましょう、マジで絶対ある。だからほらファントム使ってこやん、ファントム使えばいいじゃんっていうね、どんどん使っちゃえばいいじゃんって思っちゃうんですけどね。これウェビー来る？来ない。ウェビーで甘えてほしいんだよ僕は。甘えてくれれば僕もね赤ちゃんみたいな甘えますよ、ありがとうベブーベブーって甘えてあげるんですけどね。甘えてあげるんだけどね、もうゼルダお母さん、ゼルダママって言ってね。さあ、食えぬ。あーやばい、バーストしない。あ、全然知らんわ。全然お軽い攻撃。うわ、なんやかんや、めちゃめちゃ俺優勢じゃん。はい、ガノンダンスしていこう。まあ、ここでね、僕悪い癖は、こういうところで結構ね、見せプレイを見合っちゃうところ。で、試合がね、長引いちゃうんで、まあ、いけるところはもうね、スタイリッシュで終わらしちゃおうというのがね、ちょっと最近の僕。何それ何それなんか、疑似目でを自分でやっちゃったけど。ねえ、びっくりびっくり。危ない。空母当てて。横火。無理ですね。さ、もっとファントム使ってちょうだい。怖い。あ、怖い怖い怖い。怖いって言いながら、もう全然ね、心の中は余裕しかないんで。なんでだよー、あ、惜しい、ジャンプあったら当たってました、今の。さあ、ルークさんお願いします。ルークさんってなんかね、強いカービィ使いじゃなかったっけ、名前。なんか、名前が強そう。はーい。はい、やったわ。やったわ。もうカービィと戦うと絶対こうなんの。俺だけよ、これ絶対。俺ガノン使いでここまでね、上 B 引っかかる人間おらんと思うわ、マジで。ああ、もうたまもう。もうね、メテオ行きたすぎてね、つい当たっちゃうんですよね。ここだ、ああ、もう、今のもね、ついね、復活しようと思って崖離しちゃうんですけど、もうそのせいでね、死ぬんすわ。もう魔人剣どんどん撃っちゃってください。ありがとう、攻めー引っかかった。これが俺のね魔人剣戦法ですね。あえて魔人剣を吸わせて、まあ、ガノンミラ特有の魔人剣勝負をあえてさせて、まあ、カービィだからね死んじゃうよねという、そういう上から目線で倒しちゃうとね軽いからね。オッケー、いいよ。なんかあーやり返されたやり返された、おもろいじゃん、やるじゃん、燃えてきちゃったよ僕。
燃えてきたぜ。危ない。なんかもうそっちもやる気満々ですね。燃えすぎてね、真っ赤ですけど、まあ、ある意味ねタコさんウインナーですねという、どういうツッコミ今の。やべ、あかん、あかん、滑ってきた。ラリホンさん今滑ってますよ。ラリホンさん滑ってますよ今。はい、さあもう一回吸わせてあげてもいいんだよ。ありがとうございます。ドン。あ、タイミングというか魔人剣もうちょっとね早く打ってほしいというか。ありがとうございます。よし、まあ、今のが理想のメテオなんですけど、まあ、あれを見せると俺のイーストクビみたいな感じで死んじゃうと辛いよねマジで。はいはい、あーあーあぶねー、もう死ぬて怖いわ。あ、やばいやばいやばい、復讐所あったかった、やばい。ジャンプあるよね。よし、よくぞ帰ってきた俺。よいしょ、ここで魔人剣チャンス、ドーン。あ、やばい、あ、やばい、おー危ねえ。横須賀かと思ったら DA、 まあ確かに DA の方がね早いもんね。上強が最強、ここです。いけー、うあー、やめてください、やめてくれー、